こんにちは、みんな。人生の最終段階に入ると、快適で幸せに暮らすことは誰もが望むことです。しかし、それを達成するにはどうすればよいでしょうか今日のビデオでは、人々が心配することなく、常に安心して老後を最大限に楽しむための3つの役立つヒントを共有したいと思います。始めましょう。老後に平穏な生活を送りたいなら、準備が何よりも重要です。 まずは健康を維持すること、次に年齢を重ねた後に適した仕事を。準備すること、そして最後に経済的な準備です。健康が良く、安定した仕事があれば、経済的な問題は自然に解決されるでしょう。老後の準備はお金を優先すべきではありません。もし前もって健康を鍛え、働く力を準備しておけば、将来の生活について心配する必要はありません。 若い頃は、試練を乗り越え、強い意志を育てるための素晴らしい時期です。成功した人は、生まれつき耐える力を持っているからではなく、静かに困難に、立ち向かい、乗り越えてきたからこそ成功しています。価値ある人生を送るためには、純粋な心を持ち、常に学び続け、自分を磨き続けることが必要です。急ぐ必要はなく、 目標を最後まで追い続けるための忍耐力と決意が求められます。一歩一歩、毎日少しずつ進むことで、老後は価値あるご褒美のように感じられるでしょう。人生は長くても短くても、私たちがどう向き合うかにかかっています。最後の努力を諦めてしまうと、それまでの999回の努力がすべて無意味になってしまいます。しかし、もう一度だけ頑張り、もう一歩踏み出せば、 その一回の努力が成功への扉を開くかもしれません。目の前の困難に屈せず、決心さえすれば、必ずそれを乗り越える力が湧いてくるはずです。仕事や現在の生活に全力を尽くし、毎日を学びと成長の機会と捉えましょう。互いに助け合い、共感し、分かち合えば、老後は心配の種にはならないでしょう。これから長く続く。年齢を恐れるのではなく、 人生の一瞬一瞬を楽しむための心の準備をしましょう。最後に、老後にたどり着いたとき、私たちはすべてを手放し、安らかな心でこの世を去ることができるでしょう。それが自然の法則に調和した生き方であり、多くの人々が望む姿です。悔いのない、充実した人生を送るための道です。92歳の老婦人からのアドバイスを聞いたことがありますか彼女が92歳まで生きて、 一番後悔していることは何だったのでしょうか。おばあさんはこう言いました。息子よ、年を取った時に一番後悔することは何か知っていますかお金も大事だけど、それが一番大切なものではないんだ。おばあちゃんが一番後悔しているのは、人生を通じて、いつになったらのんびり楽しめるかと待ち続けていたことなんだよ。でも、いざ楽しもうと思った時には、 もう歳を取り過ぎてしまっていた。最後に笑う人が最も幸せな人生を送るのだと思っていましたが、それは真実ではありませんでした。最も素晴らしい人生を送るのは、頻繁に笑っている人なんだよ。若者がよく。言うように、人生は一瞬一瞬が大切なんだ。あまりにも慎重になりすぎないで、いつ自分が空への最後の旅に出ることになるかなんてわからないからね。旅に出たり、 楽しい時間を過ごしたりして、いつも笑顔を忘れずにいなさい。笑顔はお金のように貯めておけるものではなく、逃してしまうとすぐに消えてしまうものなんだよ。私が言ったように、健康は老後に向けて準備すべき最も重要なアドバイスの一つです。健康的に、老化するための三つの方法をご紹介します。一、運動をすること。年齢を重ねると、 筋力の低下や骨や関節の弱化、心臓や呼吸器の機能低下など、体に様々な変化が現れます。運動を定期的に行うことで、心臓の健康が強化され、血液循環が改善され、高血圧や脳卒中などの病気のリスクを減らすことができます。また、運動は筋力を維持し、骨や関節を保護することで、転倒のリスクを軽減します。さらに、運動は、 エンドルフィン、幸福感をもたらすホルモンの分泌を促し、精神的なストレスや不安、うつ病を軽減し、楽観的で健康的な生活を築く助けとなります。2、無理をしないこと。老後に無理な運動は禁物です。ゆっくりとしたウォーキングが理想的な選択です。ウォーキングは、心臓の健康を向上させ、骨や関節を強化するなど、様々な健康効果をもたらします。 一日一万歩、約1.5時間、距離にして。8.5km ほどのウォーキングは、体に負担をかけず、体を柔軟に保つための良い目標です。ただし、転倒のリスクを避けるため、でこぼこした道や坂道は避けるべきです。体力に余裕があれば、ジムで筋力トレーニングを行っても良いですが、他人の目を気にして無理をしないことが大切です。大事なのは、 安全かつ定期的に、自分の健康に合った運動をすることです。三、睡眠を整えること。毎日ウォーキングを習慣に。すると、まず最初に気づくのは、睡眠が深くなり、より容易に眠りに入れることです。夜10時頃には、全と体がリラックスし、簡単に眠りにつくことができます。そして朝の5時頃には、目覚まし時計なしで自然に目が覚め、 エネルギーに満ちた状態で一日を始めることができます。規則正しい睡眠は、一日のスタートを気持ちよく迎えるだけでなく、一日中疲れを感じることなく過ごすためにも重要です。平穏な生活を送るためには、健康だけでなく、心の平穏も大切です。常に前向きな考えを持ち、心を安らかに保ちましょう。特に家族や大切な人たちに対して優しく接することが、 幸福を維持するための大切な要素です。しかし、退職後に寂しさや孤独を感じ、時にはうつ状態に陥る人も少なくありません。特に仕事に多くの時間と努力を注いできた人々にとって、生活が急に変わると、このような現象が一般的に見られます。忙しい職場を。離れると、多くの人が一部の自分を失ったかのように、喪失感や虚無感を感じることがよくあります。 家族が日々の仕事に追われ、自宅で一人きりになると、孤独感はますます強くなります。健康が悪化すれば、悲しみや不安といったネガティブな感情がますます募り、その感情から抜け出せなくなることもあります。実際、周囲にも同じような感情を抱えている人が少かなからずいます。人それぞれ性格は異なりますが、老後の孤独感や、うつ状態は多くの人に共通しています。 特に家族に見捨てられたり、関心を持ってもらえないと感じると、状況はさらに悪化します。そのため、家族との良好な関係を維持し、お互いを理解し、愛し合うことが非常に重要です。幸せな家庭は、家族の柱となる人物の積極的な役割から始まります。もし家族の柱がその責任を果たせなかったり、過不調的で独裁的な考え方を持っていると、家庭内に対立が生まれ、 関係が悪化しや、少なります。これを避けるために、家族の柱は、入和で冷静なコミュニケーションを心がけ、常に前向きな態度を維持することが求められます。自分の考えを押し付けるのではなく、温かい言葉をかけ、家族全員の意見を尊重することが大切です。困難や意見の食い違いに直面した時には、落ち着いたトーンで話し、笑顔を絶やさないようにすることが重要です。 健康状態が悪い時や気分が優れない時でも、家族の柱が笑顔を忘れない。ことはとても大切です。家族の一人一人は大切な存在であり、前向きな姿勢でいることで、家族に安心感や愛情を与えることができます。後に子供たちが成長し振り返った時、最も心に残るのは親の笑顔とその温かさでしょう。家族が互いに関心を持ち、愛し合う家庭は、 決して不幸にはなりません。親が常に穏やかで、明るく、お互いに愛情を持って接していれば、子供たちもそれを見習い、大人になってもその価値観を引き継いで、いくでしょう。したがって、老後の孤独感や疎外感を避けるためには、家族内でのポジティブなコミュニケーション習慣を維持することが肝心です。お互いに敬意を持って穏やかに会話をし、常に笑顔を忘れずに接することが重要です。 家族全員が愛されていると感じ、理解し合うことができれば、孤独感や見捨てられたという感覚に悩まされることはありません。老後には、孤独や悲しみを感じることなく、家族と共に幸せを感じ、充実した人生を、送ることができるでしょう。また、賢明で優雅な老年期を送るためには、次の7つの習慣を実践することが重要です。まず、 沈黙して耳を傾けることを学びましょう。年を重ねるにつれて、言葉を少なくすることは心の平穏を保ち、他人に不快感を与えないための方法です。話しすぎると、それが不満や愚痴に聞こえ、聞き手に、気難しい人、と思われることがあります。たとえあなたの言葉が正しかったとしても、言葉を、控えめにし、適切に伝えることで、人間関係をより良好に保つことができます。 話すよりも、静かに耳を傾け、穏やかに、そして思いやりを持って共有することが大切です。これにより、あなたは周囲の人々から敬意を持って接されるようになるでしょう。第二に、物事を正しく見ることを学びましょう。優雅に才を重ねるためには、偏見や頑固な考えを手放すことが必要です。人生はマラソンのようなもので、誰もがそれぞれの、ペースで歩んでいます。 花開く時期は人それぞれです。一度の接触や外見だけで他人を判断するのではなく、その人の生き方や困難にどう向き合っているかを理解しましょう。寛容さと理解、そして愛を持ち続け、古い固定観念にとらわれない自由な心で、老後をより意味のあるものにしましょう。第三に、自慢を控えることです。子供やお金、配偶者について自慢することは、 知らぬ間に他人を傷つけることがあります。財産を。自慢すれば、苦労している人を悲しませるかもしれません。優秀な子供の自慢は、子供が問題を抱えている親を傷つける可能性があります。病気の人の前で健康を誇るのも同様です。謙虚さと理解は、調和の取れた人間関係を築き、相手から尊重されるための鍵となります。第四に、外見の管理です。 年を取るにつれて外見を軽視することは賢明ではありません。自己管理は外見を保つだけでなく精神的な健康を守るためでもあります。外見に気を配ることで精神的な若さを保ちうつ病のリスクを減らすことができます。きちんとした清潔感のある外見は若々しい印象を与え自信を持たせてくれます。老後の外見管理は単に見た目だけでなく 自分自身を大切にする姿勢であり、明るい気持ちを保つことにもつながります。精神的に充実していれば、顔にもその明るさが現れ、周りの人々にも幸せを与えるでしょう。第五に、若者から無条件の尊敬を期待しないことです。現代社会では、年長者が必ずしも若者に教える必要はありません。強制的に敬意を求めるのではなく、 情報したり時には、損を受け入れることを学びましょう。他人を尊重し、耳を傾け、自分の意見を押し付けないことで、調和の取れた関係が築けます。若者の考えを尊重し、過度に干渉しなければ、真の尊敬は感謝と心からの敬意から自然に生まれます。それは義務や責任による。ものではありません。第六に、お金よりも人が大事。最終的に、 最も重要なのはお金ではなく人です。自分の利益ばかりを追い求め、他人の感情やニーズを無視すれば、いずれ利己的な人間として見られるでしょう。他人がその不誠実さに気づけば、次第に孤立し、周囲から見放されてしまいます。お金は生活を改善する手段ですが、人とのつながりや他者からの尊敬にとって変わることはできません。人生の本当の価値は、真の。 友情や相互の関心にあります。人間関係こそが物質的な富よりもはるかに大切なのです。第七に他人に対して誠実に対処する。良い人生を送り、成長するためには、親切心と誠実さをもってお互いに協力し合うことが必要です。人生には誰しも困難がありますから、互いに助け合い、尊重し合うことがとても重要です。人とのつながりやコミュニケーションは、 私たちが生き延び、困難を乗り越えるために欠かせないものです。誠実さと親切心は、他人の人生を豊かにするだけでなく、私たち自身に幸せと温かさをもたらします。老後の生活にはお金や健康だけでなく、精神的な安定と懸命な生き方も必要です。若い頃の失敗や過ちを振り返ることもあるでしょうが、海の波が鋭い石を時間をかけて丸くするように、奔放だった若者も、 老年期には穏やかで成熟した人になることができます。最近、ある廃棄物処理会社が、一人暮らしの老人が亡くなった後、ゴミに、紛れていた黒い袋の中から4000万円が見つかりました。この話は大きな話題となり、一部の人はゴミの中から幸運を掘り当てられると思ったかもしれません。しかし、その背後には孤独で貧困の中、 亡くなる瞬間まで命綱のようにお金を握りしめていた高齢者の悲しい現実があります。お金は使ってこそ価値があります。どんなに苦労して得たお金でも、使わなければ最終的には他人の財産になってしまいます。これは特に多くの、高齢者に当てはまります。彼らは、子供や社会に見捨てられることを恐れ、お金を最後の頼りとしてしがみつきます。しかし、 孤独で悲惨な状態に陥ったとき、どれだけお金があっても、それが幸せや問題解決をもたらすことはありません。人生の終わりに資産を蓄えることに執着するのではなく、これまで稼いできたお金を使って生活を豊かにすることに集中すべきです。お金は生きるための手段だけでなく、楽しみや経験を味わうための道具でもあります。晩年になったら、 将来のために過度に財産を蓄えることに心を砕くのではなく、現在を生き、人生がもたらす素晴らしいものを享受しましょう。葬儀代だけ残せばいいという言葉は、将来のことを心配しすぎず、今ある財産を有意義に使うべきだという意味です。晩年の生活を充実させるためには、自分自身や愛する人たちのために生きるべきです。資産を最後の保証として固執するのではなく、お金がもたら。 楽しみや経験、そして他者とのつながりを大切にしましょう。人生は予測できない未来のために蓄えるのではなく、一瞬一瞬を大切に生きる時にこそ、本当に意味が生まれるのです。昨晩、私は遅刻を恐れてタクシーを呼びました。運転手の顔を見ると、かなり年配のようでしたが、笑顔がとても明るかったです。私はすぐに、幸せそうだね、と尋ねました。 そこで運転手はすぐにノンストップで物語を語り始めました。彼は73歳で、2007年からタクシーを運転していると語った。最初は数年だけ運転して辞めようと思っていたが、17年間も運転し続けるとは予想していなかったという。子供たちは結婚し、両親とはもう一緒に住んでおらず、妻と二人で暮らしていると彼は語った。給与と年金は月約22万円で、 生活には何の不自由もなく、いつも笑顔だ。また、借金はなく、週末に子供たちがお小遣いをねだりに訪ねてくるのがとても幸せだったと。語った。今では夫婦の生活はとても快適で、二人とも給料も年金もあり、毎日が幸せだと誇らしげに語った。彼は年を取ったにもかかわらず、まだ働いていますが、遅かれ早かれ辞めるだろうと言いましたが、 自分の人生にとても誇りを持っています。楽しい話をし終わった後、彼は道を間違えてしまい、かなりの距離を回ってしまったので、タクシー代が数百円も余分にかかりました。それでも、私は、街並みを楽しむ機会をありが、とうと感謝を伝えました。彼も謝りつつ、若い頃の話から現在の幸せな生活まで、さらに話を続けました。子供たちが無事に成長し、 成功したことに感謝していると忘れずに言っていました。彼が最後に言った、生きて働くことが幸せなのかもしれないという言葉が今でも心に残っています。最後に何が後悔するのか考えたことはありますか後悔についての感情は人それぞれですが、戻ることができれば人生でより良い決断ができたはずだとほとんどの人が感じています。この十のことを聞いて、 幸せな老後を過ごすためにどう生きるべきかを考えてみましょう。一つ目、本当にやりたいことをあえて追求しないこと。多くの人は、自分の夢を追い求める勇気を持たなかったことを後になって後悔します。夢があってもそれを実現するための努力をしなければ、時間が経つにつれて後悔は大きくなってしまいます。後悔の残る人生を避けるためには、自分の情熱を粘り強く追求し、 望むもののために行動を起こす決意を固めてください。人生は短いです。一瞬一瞬を自分の夢に近づく機会に変えてください。勇気を持って前に踏み出して初めて、真に充実して幸せに生きることができるからです。二つ目、家族と十分な時間を過ごしていない。仕事が忙しいため、家族と十分な時間を過ごすことができず、後で後悔することがよくあります。 大切な人との時間はかけがえのないもので、もう取り戻すことはできません。後で後悔しないように、仕事と家庭生活のバランスを取るようにしてください。社会的成功がどれほど重要であっても、愛する人との思い出や愛に変わるものは何もないことを忘れないでください。家族とより多くの。時間を過ごすことは、長期的な幸福への投資です。三つ目は、仲の良い友達を大切にしないことです。 人と人との関係は、性において最も貴重な価値観の一つです。しかし、忙しくストレスの多い生活の中で、連絡を取り合い、友人を気遣うことは困難になります。多くの人は、良き友人との貴重な関係を維持するために十分な時間を費やさなかったことを後になって後悔します。仕事や生活のせいで、あなたと身近な人の間の思い出や、 感情が洗い流されてしまわないようにしてください。後悔しないように、常に良好な関係を維持し、思いやりを示し、友人と共有するように努めてください。簡単な会話や出会いは友情を強めるだけでなく、人生に喜び、仲間意識、快適さをもたらします。本当に意味のある人間関係に投資して、振り返った時に充実感と幸せを感じられるようにしましょう。四つ目は、 ストレスや不安の中で生きることです。多くの人は、自分の人生を。振り返った時、不必要なこと、さらには起こらないかもしれないことについて心配して多くの時間を無駄にしたことを後悔します。不安やストレスは人生において避けられないものですが、それらに対処する方法を見つけることが重要です。心配に支配されるのではなく、プレッシャーを軽減する効果的な方法を見つけてください。 適度な休息と定期的な運動、健康的な食事の維持を組み合わせることで、心のバランスを整え、健康を維持することができます。これらのアクティビティはストレスを軽減するだけでなく、リラクゼーションももたらし、人生をより豊かに楽しむのに役立ちます。不安に冷静に向き合い、平穏に暮らし、余計なことを後悔しない方法を学びましょう。五つ目は、 自分の限界を設定するのが早すぎて、大きな夢を抱く勇気がないことです。人生においては、常に自分自身に挑戦し、より大きな夢を見ることが非常に重要です。後で後悔したくないなら、自分の限界を広げ、新しいことに挑戦し、成長を止めない勇気を持ってください。課題を克服するたびに、あなたは強くなるだけでなく、より多くの経験を蓄積し、 新しい機会が開かれます。成熟とは、困難に直面し、絶えず努力することから生まれます。コミットすることを恐れないでください。これは有意義で充実した生き方だからです。第六は、良い機会を逃したり、失敗を恐れて自分を挑戦しなかったことです。失敗は人生の、中で避けられない一部ですが、失敗を乗り越え、さらに新しい挑戦を続けることで、 人生はより意味のあるものとなります。困難に直面しても恐れたり、躊躇したりしないでください。失敗は学び、自分を鍛え、より強くなるための機会です。全力で努力し、前向きな気持ちで新たな機会を迎え入れましょう。挑戦を続けることで、後悔のない充実した人生を送ることができるのです。第七は、自分自身に正直に生きなかったことです。 自分自身に正直に生きることで、真の人間関係を築き、より意味のある人生を作り出すことができます。後悔しないためには、自分の欠点や未熟な部分を受け入れ、恐れずに自分と向き合う勇気が必要です。この正直さは、周囲の人々と深くつながり、幸せと満足感の基盤を築くことにつながります。自分の内面を見つめることを恐れず、それこそが後悔のない人生を送るための鍵です。 第8は、愛する人々に十分な愛情を伝えなかったことです。家族や友人への愛は、人生で最も貴重な価値の一つです。後悔しないためには、愛する人々に誠実な気持ちを伝えるために、時間と努力を惜しまずに費やすことが大切です。日々の忙しさに追われ、彼らへの関心をおろそかにしないようにしましょう。法要や会話、または単に重要な瞬間にそばにいることは、 大きな価値をもたらします。これらの人間関係を大切に、育みましょう。それこそが、永続的な幸福の基盤です。ライクは、自分の健康を軽視し、寿命を縮めてしまったことです。健康は人生で最も貴重な資産です。長く健康で生きるためには、健康的なライフスタイルを維持することが非常に重要です。バランスの取れた栄養豊富な食事と、 定期的な運動習慣は、体の健康だけでなく、心のリフレッシュにもつながります。小さなことからでも、自分の健康に気を配りましょう。健康が、あってこそ、あらゆる喜びと成功が成り立つのです。後悔しないために、今から健康を最優先に考え、人生を最大限に楽しみましょう。最後に、人生の貴重な経験を逃したことです。 新しい経験を恐れず、心を開いてそれらを受け入れ、あなたが今持っている貴重なものを大切にしましょう。人生は旅のようなものであり、後悔しないためには、どのように生きるべきかをよく考え、何が本当に重要かを見極めることが必要です。小さな決断も大きな決断も、未来に影響を与えます。懸命で冷静な生き方を選び、より良い選択をすることで、目標を達成するだけでなく、 人生の本当の価値を楽しむことができるでしょう。夢や目標を追い続け、人生で最も重要なことに時間と努力を惜しまずに捧げてください。真の幸せはあなたの心の中にあります。このビデオが役に立ち、行動を起こすきっかけになると思われる場合は、ワンとコメントしてください。そうでない。場合は、ゼロとコメントしてください。 あなたのコメントは、私たちにとって非常に重要です。ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。このビデオをご覧いただくために、貴重なお時間を割いていただきありがとうございます。こんにちは、また会いましょう。